応援しておきます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、座ってください。はい、生配の、途中経過発表です。拍手。なんと15日を前にして3日間も休んじゃいました。わらとです。わらとです。僕も社長としてどうなんでしょうと思いながら、はい、皆さん3日間有意義な時間を過ごしてくれたと思います。みんなツヤツヤしてますね、顔が。ランキングの発表いきたいと思います。こっからだからね、あくまで後半戦だから頑張っていきましょう。呼ばれたら大きな声で返事いきましょう。在籍人数1100名を超える日本最大のホストグループグループダンディにおいて、2021年4月怒涛の売上バトルが勃発。若葉杯、グループ入店1年未満の新人移籍者が4月度の売上を競うバトルである。そして若葉杯への参戦を決めた多くの強者が在籍するホストクラブ、トップダンディ5。今回は彼らにスポットを当て、その胸の内に迫る。若葉杯に挑む男たちに密着。2021年4月16日、この日若葉杯の中間ナンバーが発表される。第3位と4位、なんと100円単位まで一緒です。指名本数で差が出てしまいました。惜しかったです。でも大きな拍手で迎えてください。第4位です。プロ何宮亮です。お願いします。お願いいたします。噂だと売上は同票だったそうですね。びっくりしたんですけど、やっぱホストの世界面白いなっていうふうにも思って、まあ悔しさ半分、面白さ半分というか、はい、楽しいです。まあ、最初からバーンって上げるつもりなかったので、まあ、これから上げれるので、そこはなんか焦りはそんな感じなくて楽しもうかなって思ってます。ここまで特に力を入れてきたこととかってございますか？自分が勝ちたい、その若葉杯もそうなんですけど、日頃から勝ちたいってことをお客様に真摯に伝えるってことをすごくしてきました。僕が悔しい思いするとお客様も悔しいと思ってくれて、なんか一心同体というか、はい、すごくなんかホストしてるなって思います。お客様にかなり恵まれてる。そうです、僕の場合は本当にそう思ってて、で、あのツイッターから来てくださる方がすごく多いんですけど、その方がすごく気持ちいい飲み方をされるので、すごい本当にありがたいです。はい、今後動きとしてどうなるかと思います。僕は今の順位では満足したいんで、もっと全然上行くかなとは思ってますけど、ね、今現在1位のソラ君だとか、ゼンとかがちょっと強いなっていうふうには思ってます。今後の意気込みなんかあればお願いします。ここでやっぱ結果を残すことで5自体の名前も出るでしょうし、まあ、自分自身のブランディングにもつながるかなと思うので、精一杯頑張ります。はい、ここからベスト3です。七瀬。はい、和樹七瀬です。よろしくお願いします。なんかそれを聞いてちょっとびっくりしたんですけど、同率で、まあ締め本数で一応3位っていう形で今なってる状態です。接戦してますよね。そうですね、若葉杯ってあるだけ結構みんなバチバチでやってて、めちゃくちゃ面白いなって思ってます。ご自身の順位を聞いた時はどんな心境でしたか？僕結構後半にまくりたいタイプだったんで、本数結構気にしてて、気にしてたら勝手に結構売り上げ上がってたなって感じですね。悔しさっていうのもまだなくて、自分の中で思った以上に上がってるんで、まあ嬉しさの方が大きいですね。今後のなんか強みとかっていうのはもう見えてますか？僕結構連絡マメなんですけど、あんまし僕寝ないんで、まああと行動力でしかないかなって思ってるのと、まだあと半月あるんで、まあ、十分かなって思ってます。それだけのことはやるつもりなんで、はい、できる限り一番にはなりたいなって思ってます。意気込みとかってございますか？やっぱグルダンの中ってやっぱレベルが高いなって自分でも思ってるんですけど、まあ、でも5で一番にならなかったら、まずグルダンで一番ってなれないって思ってるんで、まずは5で一番になるっていうところをまず一番に考えてます。第2位です。ゼンさん。5のゼンです。よろしくお願いします。ゼン
官房さんのバースデーイベントが2週間にわたって行われるというふうにお伺いしたんですけど。そうですね、前々から4月にやろうって決めてて、まあ、姫様と一緒に話し合ってこういった綺麗なタワーができて、まあ、僕はとても感動しています。今現状1位が空で、空は僕の後輩なんですけど、空が先日キラーコールをやりまして、まあ、僕はもともとこの日にやるっていうのを決めてたんですけど、キラーコールを聞いた時にまず最初に悔しいっていう気持ちになって、なんか僕ホスト始めててなんかそこまで悔しいとかっていう感情を感じたことがなかったので、まあ、ここから今月はまあ僕がナンバーワンになる月かなっていうのを決めてたので、まあ、負けないように頑張りたいと思います。なんか力を注いできたこととかってございますか？ホスト始めて1年経ってないんですけど、ホストって普通のことを普通にしてれば売れるのかなと思ってて、だからこそレディーファーストだったり連絡のまめさだったりっていうのは特に気をつけて、まあ、そういうことを一つ一つ面倒くさがらずにしっかりやってきました。今日まで前半ではなくて後半にいろいろやろうと思ってたので、まあ、誰が何をやろうと1位は覆らないかなと思ってます。メッセージがあればお願いします。はい、ホスト TV なんで、はい、僕はしっかり仕事します。今日はちょっと社長から紐を預かってきましたので、ホスト頑張ります。第1位の方、桁が違います。中間発表第1位空。はい、はじめまして、空と申します。率直な心境とか、まあ、そうですね、まあ、率直な心境、まずはやっぱりありがとうっていうのが最初の心境でして、まあ、次は、まあ、当然かなって思ってて、強気なんですけど、まあ、少し焦りもちょっと見えてきてるかなって思ってるんですけど、僕はお酒が好きなのでお酒飲んで楽しい、気づいたらナンバーワン、そうですね、もうそんな感じかなって思ってて、日本最大のホストグループ全店の出場者の中での圧巻の第2位。空のこの功績はトップダンディー5が誇る一つの成果である。追われる立場になってそのあたりはいかがですか？まあ、僕上しか見てないのであまり下の方見ないかな、まあ、抜かれたら抜くだけって、はい、なかなかうちのお店でも強い方ばかりなので、まあ、安心はできないんですけど、僕は戦ってるのは、まあ、自分自身かなと思って、正直言って僕入って2ヶ月目なのであまり周りも見えてない部分もあって、やっぱり自分を極める戦いかなと思って、とにかく楽しくやろうと思ってるところです。ここまで力を注いできたこととかってございますか？僕はやっぱり楽しさですかね。楽しさしか考えてなくて、お客様といる時も含めて会いたいっていう気持ちがどっから来るかって聞いたら大体は楽しさから来るんで、僕に会ってよかったって僕は思わせたいし、やっぱりその僕に会って楽しかったって言ってもらえるのが僕の動力源なんで、一番力入れたのはやっぱり楽しさですね。現在僕はこのお店で5でナンバーワンなんですけど、グループでトップ10って言ってるところなんですけど、正直僕他の敵がどのくらい強さかも分かんないし、まあ、意気込みって言ったら勝ってこいやぐらいの勢いですかね。上しか見てないので、まあ、ナンバーワン取っていく、それ以外は見てないですね。次回、白熱する若葉杯のリアル、その一部始終をお届け。お見逃しなく。